皆さんこんにちは、ワンダルゲズウィッシュです。では今回は大戦力鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は今ご覧いただいている春葉川の激戦、これを2回にわたってプレイをしてきたんですけども、結果は残念ながら引き分けということで、勝利することができませんでした。本当にここのステージ難しかったですね。では今回はこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。次のステージなんですけども、いよいよですね、海軍が本格的に登場する有名な真珠湾の奇襲作戦になりますので、これはこれですごく楽しみですよね。1939年9月16日、日ソ停戦協定ですね。先ほど、ソ連軍と事実上戦っていたので、ここで一度停戦が行われたという話になっています。1941年6月22日、ここで独ソ開戦ですね。そして今回のステージハワイになります。だいぶ前回のノモンハン事件から真珠湾までぐっと飛ばした感はありますけどね。ここは開発のプランニングの部分ですね。冷戦の21型。これが新しく開発ということになっています。そして、艦爆と艦攻です。救急の艦爆と救難の艦攻ですね。ここでは、重巡洋艦や空母なんかの開発が終わったという情報が表示されていたと思います。では作戦の内容ですね。帝国海軍は空母6隻を基幹とする連合艦隊により真珠湾に連絡中の米国太平洋艦隊奇襲攻撃をかけることとなった。有名な真珠湾奇襲攻撃ですね。では、勝利条件から確認していきます。10ターン以内に全敵司令部を破壊ということになっています。では、敵の司令部の数、場所確認しておきましょう。で、敵の司令部ですが、画面の右下、ハワイ本島のところですかね。あそこに一つあるようなので、あそこに爆撃を仕掛けていくというのが、手取り早いプランになるのかな、というふうには思います。では、早速作戦を開始していきましょう。こちらがマップになっていますね。今映っているのが、日本軍の司令部と空母機動部隊ですね。ここからマップを下がっていくと、アメリカ軍の基地司令部、ここに確認できました。ここを目指していくという戦いです。これによって、日米開戦、いわゆる太平洋戦争が始まるというところですね。では、まず日本軍、帝国海軍の機動部隊、確認しておきましょう。ここにいるのが空母加賀ですね。そして、こちらが空母赤城。ここには飛龍、総理、そして昇格、追格という布陣ですね。ここには混合型の巡洋戦艦ということで2隻います。では早速、部隊をまず南下させて、ハワイ本島へ近づいていきましょう。
で、空母なんですけども、まあ、いわゆる燃料の補給なんかに使うのがメインの使い方になるかなとは思いますので、これもですね、まあ、敵の基地近くにあまり侵入しすぎず、かといって、離れすぎてしまっていると、航空隊が爆撃や攻撃をした後戻ってくるのは時間がかかってしまうので、まあ、いい位置キープしておきましょうね。では、生産です。ここはもう完全に航空機ですね。で、戦闘機は冷戦です。冷戦を生産していきます。どれくらいのバランスで生産していったらいいのかというのかわからないんですけども、まあ、どうでしょうね。ここでは直弁の考え方はあまり必要ないのかなと思いますので、まあ、護衛機という意味で、一旦ここは冷戦を5ユニットほど作っておきましょう。で、タンパク、救急のタンパクですね。救急のタンパクを3。救難の観光を3と。まあ、これくらいのバランスですかね。で、まあ、戦闘機の数もっと必要だよということであれば、この先ですね、戦闘機の数、まあ、冷戦を増やしますし、もうちょっと爆撃機の数が必要だよということが分かれば、その時点で、爆撃ですね、艦爆を作るっていうような形で戦況を見ながら考えていきたいと思います。では、冷戦から先に発進していきまーす。着艦できるものは着艦しちゃいましょうか。ここで、すぐに、敵の航空隊と戦闘になるということもないのかなと思いますのでね。ただ、どうだろう。これ見ると、着艦すると、空母に関しても動きが止まっちゃいそうですね。今これ空母加賀に、まあ、冷戦を乗せた状態なんですけども、搭載が4って書いてあるんですね。つまり4ユニット搭載できそうです。こちらの加賀ですが、加賀も同じですね。搭載数4ですね。他のユニットも搭載数確認しておきたいですね。飛龍、総理、昇格、随格と、全部で今回6隻の空母、派遣してきてますので、まあ、それぞれの搭載数が、どう違うのかっていうのは確認しておきたいですよね。加賀赤城はね、搭載数が多い方の空母に分類されていたと思うんですけども、昇格、そして随格も搭載数は4と出ていますね。画面の右側です。続いて、飛龍総龍ですが、飛龍総龍になると搭載数が3。なんかイメージ的にはね、昇格、随格も、まあ中型空母みたいなね、イメージを持っていたので、飛龍総龍と同じ搭載数3なのかなと今思っていたんですけども、どうやら、加賀や赤城と同じ搭載数になっていましたね。救急の艦爆、これも前に出していきます。エネルギー、まあ、つまりガスの量ですけども、この量にだけは気をつけて積極的に進出仕掛けていきましょう。この後の空母機動部隊の艦載機としても使えると思いますので、ここではどうだろう。戦闘機、同じような容量で作っておきましょうか。はい。こちらにですね、ドーントレス発見してます。これは爆撃機だったと思います。そうですね、急降下爆撃機です。これを落としておきたいところなんですけども、発見されてしまったので、そもそもどうなんでしょうね。奇襲攻撃というものが成り立つのかな、まあ少しクエスチョンですけども、まずはこのドントレス撃墜するところから始めていくのかな。ここでまずはドントレス、これを確実に、まあ撃沈したというところですね。では先行していた冷戦ですが、これが基地、上空部まで迫ってきましたね。順調な進撃だと思います。ここで冷戦と救難式の艦船ですね。
これのスペック比較しておきたいと思うんですけども、やっぱり全然違いますね。冷戦の方が圧倒的に強いので、まあこの先は冷戦を優先的に作っていきましょう。で、97式の完成もある程度、前回のモンさんの事件で、量産はしてありますので、これ使えるうちは使っていってですね、以後、仮に、97式の艦船が撃墜されて数が減ったとしても、97式の艦船は作らずに、生産を冷戦へとね、切り替えていこうというふうに思います。さあ、敵の方ですけども、ここに戦艦が、6隻ほどいるの確認できました。どうなんでしょうね。ここは、まあ、経験値だったり、訓練値だったりっていったものを高めるために、敵の戦艦撃沈してから、敵の本拠地撃破、して大勝利した方が、この先の戦いに考えると有利なのかなという気もするので、10ターンで大勝利というのを、まあ、しっかり見据えた上でですね、まずは敵の戦艦、太平洋艦隊ですね。これの戦艦部隊を撃沈できるところまで撃沈して、訓練値、経験値、稼いでみたいというふうに思います。では、ここでせっかくなんで、一度ですね、戦闘アニメーションも見てみたいかなと思います。魚雷攻撃で敵の戦艦に攻撃を仕掛けてみましょう。97の艦攻です。これの魚雷攻撃。敵の戦艦に向けて、魚雷を投下する。投下しましたね。ちゃんと敵の対空防御もアニメーションとして出てましたね。こんな感じですね。冷戦の奇襲攻撃、まあ機関砲かな、機関砲による攻撃ができるのかっていうのもちょっと確かめてみましょうか。できたらできたで大きいですが、ちょっとできなそうですね。就労しか出てこないので、であればここは無難に救急の艦爆でとどめを刺していく。これを繰り返していって、しっかりと経験値稼いでいきます。せっかくなんで、救急の艦爆、これのアニメーション見てみたいと思います。急降下爆撃っていう感じになってるのかな？水平爆撃って感じではないですね。これ見ると急降下になってるかな？なってそうですね。それで、激震です。しっかりトレーニングポイントを稼いでいきます。これで最後の戦艦、激震です。あとはじゃあ、残っている敵の中央司令部、ここを撃破して終わっていきたいと思います。冷戦の持ってる爆弾がちょっと足りないかな。となると、新しく冷戦を発艦させて、ここで60キロの爆弾を落としていきたいけど落とせない。となると、機関砲ですね。機関砲で攻撃していきます。残り4なんで、十分に撃破できるかなと思いますね。最後の冷戦で、とどめを刺していきます。これで敵の基地中央司令部撃破完了です。敵の戦艦、敵の基地、司令部撃破しています。勝利ランク大勝ということで大勝利になっています。まあ、すごく冷戦とか艦攻艦爆、この先の戦いに期待が持てましたよね。まあ、ただ皆さんご存知の通り、この後冷戦はね、アメリカ軍の最新兵器の前に劣勢を強いられていくわけなので、このゲーム上だけでもなんとか冷戦の次の期待ということで開発を進めてですね、戦況を有利に進められたら嬉しいのかなというふうに思っています。では、今回はここまでさせていただいて、次回また、この続きをプレイしていきたいと思います。